週末何する？馬でしょ。この番組は JRA 日本中央競馬会がお送りします。小沢さん、マイルチャンピオンシップとはどんなレースですか？はい、京都競馬場芝 1600m で行われる G1 レースですよね。そう、春の安田記念と並ぶ 1600m 1マイルの G1 レースとして、クラシック路線からマイル路線に進路を定めた3歳馬や、中距離の天皇賞秋から参戦する馬もいて、実に多彩なメンバーが揃う秋のマイル王決定戦なんです。個人的にこのレースに関しての思い出といえば、なんといっても1995年創設以来ずっと一番人気が必ずレンに絡む実に固い G1 だったんです。ところが突然法則が崩れました。勝ったのは4番人気のドロットサンダー、まあ、これはいいでしょう。2着になんと16番人気の名将テゾロが突っ込んできて、もうレースの後何度も呆然として テゾロと人生の中で最もテゾロとつぶやいた回数の多い一日となりました。私はこのレースをこう考えています。今年のマイルチャンピオンシップはゴールドラッシュであると。近年不在だったマイル王の座、そこに昨年現れたのが絶対王者モーリス。しかしこの秋は 2000m の中距離路線へと転身していきました。今年のマイルチャンピオンシップは絶対王者不在の大混戦、どの馬にもチャンスがあるのではないか。まさにマイルチャンピオンシップという均衡を狙うゴールドラッシュ状態なのではないでしょうか。そんなマイルチャンピオンシップ、林先生の注目はネオリアリズムです。この秋の G1 戦線のキーワードを皆さんお気づきになっていますか？それは札幌記念。3着のレインボーラインは菊花賞、2着モーリスは天皇賞快勝となれば、その2頭を任したこの馬がこの G1 で勝たないはずがない自信の本命です。マイルチャンピオンシップ最新情報です。林先生注目のネオリアリズムは7枠15番、日曜日はマイルチャンピオンシップです。週末何する？馬でしょ。